こんにちは。隅田川越えたらもうミッキーの声聞こえる？梅です。東京ディズニーリゾートグッドネイバーホテルでスカイツリードーンのホテルをご紹介します。錦糸町駅です。北口に向かいます。さて今回のプランは？東京ホテルレヴァント東京もっと東京全国旅行支援併用プラン2食付きです。北口モニュメントは音楽都市隅田を象徴する作品。楽譜のヘヨン記号、左右のワイヤーは五線譜をモチーフにデザインされている。地下鉄半蔵門線ならこんな感じ。やっぱり北口方面へ。3番出口、エレベーターなら4番で道路を渡る。地上へ。東京両国方面へ。 JR 駅前のさっきのモニュメントがここ。東京両国方面ゴー。 JR 駅前のモニュメント前を通過。右を見るとスカイツリーの全貌、通称タワービュー通り。3分ゆっくりで5分。パーキング入り口到着。東武ホテルレヴァント東京。クリスマスツリー、1997年6月開業、383室の東京ディズニーリゾートグッドネイバーホテルの一つ、東京スカイツリーのオフィシャルホテルです。またマリオットインターナショナルとの提携により、2006年3月まで東京マリオットホテル錦糸町東部でした。左に行けばエレベーターエスカレーターです。東京ディズニーリゾートへの無料シャトルバス、羽田空港直通のリムジンバスもあり、奥がフロントチェックイン。スキンケアが必要な人はフロントでもらう式です。ブライダルサロン、ロビーラウンジクリスタルムーブメント、エスカレーター、エレベーターまでの意外なところに螺旋階段と吹き抜け。ウェディングの撮影用かな。お部屋へ。わー、ゴールドのエレベーター。古代エジプト様式。2階と24階にレストラン、スカイツリービューレストランレン。エレベーター内も広くて綺麗。カードタッチなしのボタン押す式です。地下3階から24階。客室フロアに製氷機、客室エレベーター4機。エジプト様式じゃない。客室廊下です。カードキータッチでオープン。スタンダードツインスカイツリービュー、 28.5 平方メートル。どうかな。右がバスルーム、左がクローゼット。大きい鏡、枕2個と綺麗なベッド、荷物置き、デスクワークコーナー、椅子、スタンド、ミネラルウォーター、湯沸かしポット、テレビ、ソファー椅子、コーヒーテーブル、空気清浄機。ビューはお約束のスカイツリービュー。やっぱり圧巻。緑はほとんどないけど、エキストラベッドになる多分ソファー、枕元、手元と充電用コンセント2口、照明スイッチ、室内リラクゼーションのご案内、テレビリモコンがラッピング、テレビチャンネル一覧です。冷蔵庫は空で冷凍コーナーなし。カップとコーヒー、お茶、グラス、アイスペール、煎茶とドリップコーヒー、ゴミ箱、ビュッフェのご案内、メモ、ティッシュ、アルコールティッシュ、荷物置きの下引き出し、ワンピースタイプのナイトウェア、聖書、クローゼット、木製ハンガー10個、消臭剤、非常灯、ブラシ、靴べら、電気式セーフティーボックス、横開き、容量大きめ、スリッパ、バスルームです。お風呂、洗面所、トイレ一体型、バスタオル、フェイスタオル、ポンプ式シャンプーコンディショナー、
サーモスタットシャワー水栓アーチハンドル、ハンドシャワー、シャワーカーテン洗濯ロープ、柔らかボディタオル、コットンヘアタイ綿棒歯ブラシ、レイザーヘアブラシドライヤー、紙コップ、2ハンドル混合水栓、ポンプ式ハンドソープ、フロントでついもらってしまったマーガレット・ジョセフィンの基礎化粧品、コーヒー飲んでスカイツリーも夕暮れ、ウェルカムベビー認定のお宿ですね。朝食です。おはようございます。スカイツリードーン、2食付き、時間の関係で夕食飛ばして朝食行くわよ。2階レストランベルデュール、大きいレストランすでに大にぎわい、広く綺麗なレストランです。ビュッフェ台行くわよ。こんな感じ、ピーク時は満席、人でいっぱい。宮城県竹鶴ファーム卵の目玉焼き、スクランブルエッグ、ベーコン2種類、ソーセージ、ケチャップ粒マスタード、ポテトフライ、ベイクドビーンズ、温野菜、ポン酢醤油、ベルデールカレー、刻み梅、ザーサイ、中華がゆ、ドリンクサーバー、オニオンスープ、味噌汁、オフワカメ、なめこ、オムレツのライブキッチン、マッシュルーム、パプリカとズッキーニ、チーズ、ほうれん草、オニオンから選んで、ビネガードリンク、ぶどう、リンゴ酢と黒酢、焼きたてパンケーキ、バター、メープルシロップ、はちみつ、ヨーグルト、フルーツミックス、杏仁豆腐、フルーツ、メロン、パイナップル、オレンジ、グレープフルーツ、サラダコーナー、グリーンサラダ、オニオンスライス、プチトマト、わかめ、ポテトサラダ、水菜、ごぼうサラダ、ブロッコリー、キュウリ、ピクルス、ミックスビーンズ、コーン、ドレッシング、ノンオイル、ジンジャー、フレンチ、キャンディーチーズ2種類、和食コーナー、鮭の塩麹焼き、厚焼き卵、イワシの柔らか煮、大学芋、揚げなすといんげんの和風生姜あんかけ、本日のお漬物、しば漬け、梅干し、つぼ漬け、大根おろし、なめたけ、しらす、小松菜、おひたし、生姜、海苔は品切れ中、手作り豆腐、納豆、ベビーフード、鮭のポテトクリームに柔らか鶏の五目ご飯、コーヒーマシーン、お水、グレープフルーツジュース、牛乳、ホットアイス、シリアル、チョコクリスピー、コーンフロスティー、食パン、カンパーニュ用トースター、バター、ジャム、オレンジ、ストロベリー、ブルーベリー、ホワイトパン、パンオレザン、ロールパン、クロワッサン、パンオショコラ、シナモンロール、食パン、パンの美味しい食べ方、スチーマー付きオーブン持ってきました。和食意識でスタート。見るからにヘルシー、イワシの柔らか煮、自分で作るのよりずっと大きい、おいしい手作り豆腐、鮭の塩麹焼き、また持ってきました。ヘルシーかな、ちょっと大きいけど、召し上がれ。またまた持ってきました。デザート意識は控えめに、パンケーキどうしても食べたかったし、生クリームが欲しかったけど、バター蜂蜜たっぷりで美味しい。ごちそうさまでした。カロリー足りた。隅田国際美術館が徒歩圏とのこと。ホテル内の展示が楽しめます。隅田ポリフォニーホールがお隣、楽屋入りの方々多分、小ホール
ると楽屋口は1階、大ホール入り口は2階。さらに道路を渡ると大横川親水公園。とても広い公園です。公園からもスカイツリー。隅田トリフォニーホール開館25周年、ホテルも25周年。羽田空港直通リムジンバス、ディズニー宿泊者専用無料シャトルバスも便利。お会計です。全国旅行支援もっと Tokyo 併用で得しちゃった。今日はこんなところです。ご覧いただきありがとうございました。バイバイ、また来てね。いいねとチャンネル登録お願いします。